はい、えー、冒険家の皆さん、こんにちは、Google <laughs> どうして。はい、冒険家の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、えー、相互評価の効率的な数値化について、えー、お話をします。えっ、ー、と、実際の、あの、理屈とかはですね、こちらに書いてあるので、僕のブログに書いてあるので、えー、こちらを見ていただければいいと思うんですけど、えー、まず実際のですね、表から見せ、ご覧に、えー、入れたいと思います。 えっと、ここじゃなくて、こちらですね。えっ、ー、と、これが、あの、まず最初に、あ、ごめんなさい。はい。えー、まず最初に、あの、作った評価担当ってやつですね。えー、このインドさんという人が、朝さん、ケネディさん、いちごさん、こちかさんという人の、えー、評価を、えー、するということですね。逆にこの朝さんという人は、ケネディさん、いちごさん、こちかさん、リスカン。 この4人を評価します。で、その評価に使う、えー、あの、Google フォームがこちらですね。はい。まず最初に、あの、えっ、ー、と、自分の名前を選びます。インドさんだったら、ここ、インドというふうにやるわけです。あ、すみません。これね、あれじゃなかった。はい。えー、ちょっと待って。これ編集画面でしたね。すみません。はい。えー、実際のフォームとしては、こんな感じになります。はい。インドさんだったら、インドというふうになっていて、 これが自分の名前ですよね。自分の名前。それで、えっ、ー、と、インドさんは、朝さん、ケネディさん、イチゴさん、コチカさんの、えー、評価をすることになっています。まず、朝さんを評価して、それで、えー、これで、あの、まあ、例えば4とかやってですね、サブミットとかするわけです。はい。で、これで、サブミットアナザーリスポンスで、これで同じように、4回、まあ、自分の名前はいつも同じですけど、えー、この後はケネディさんという感じで4回分やります。 はい。えー、そして、それでデータがですね、こういうふうに集まったら、こんな感じになりますね。これが、あの、実際にインドさんが朝さんを評価したのが1点という感じになっています。はい。で、こんな感じで、えー、今、今のところ70、えー、最初に1行あるから69分のデータが入っているわけですね。これが今、僕が入力したのがここのところです。インドさんが朝さんを評価したってやつですね。はい。で、これを、えー、ピボットテーブルにするのが次のところです。 え、ピボットテーブルにするには、この、まず全体を、えと、選択しますね。この A と1の間のここのところですね。ここを、え、セあの、クリックして全体を、え、選択。はい。そしてその後にデータからですね、ピボットテーブルというところに行きます。はい。ピボットテーブル。こんな風に来ました。で、え、多分、まあ、どっちでもいいんですけど、ニュースシートの、ニュースシートの方がいいと思います。はい。で、クリアト。 はい。で、そうすると、こういう空の、ええ、ば、あのー、ピボットテーブルがあるので、この、ロー、えー、列ですよね。列のところに、ローですね。えっと私これください。これここ、これ消せるのかなあ、いいのかお、よかった。はい。えー、ローのところに、えー、何を入れるかっていうと、えっ、ー、と、評価する学生の名前ですよね。はい。評価する人ではなくて、評価される学生の名前をここに入れ,入れます。 そして、えっ、ー、と、バリュー、数値のところに、えっ、ー、と、その5段階評価で、五、えー、段階で評価してくださいっていう1から5の数字がここに入るわけですね。これを入れます。はい。えー、そうするとこういうふうになるんですけど、これですね、あの、平均ではなくて、えー、合計になっていますね。多分。えっ、ー、と、これどこ見ればいいんだっけあ、ここ、はい。ここが寒いになっています。これは要するに合計ということです。これだと、あの、 たくさんの人が評価したら、その人の数字が多くなってしまいますから、えー、ちょっと良くないですね。なので、ここを平均に変えます。平均はアベレージですから、こうですね。はい。はい。こうすると、こういうふうにですね、あの、それぞれの皆さんの、えー、評価が平均化されて、ここで数値化されるわけです。はい。これで、えっ、ー、と、学習者同士の、えー、相互評価を あの、簡単に効率することが、効率的に数値化することができる。という一つの例をご紹介しました。はい。それではここまでにします。失礼します。